国谷優子は日本のニュースキャスター大阪府出身三人姉妹の次女で父の海外勤務に伴い幼稚園時代からニューヨークサンフランシスコ小学校6年から中学校まで香港と日本を行き来しながら過ごす手塚山学院小学校精神インターナショナルスクールブラウン大学卒業プロクターギャンブル三ホーム英語放送の 同時通訳者、ライター、リサーチャーを務めたのを機に、報道の世界に入る。26歳まで、派遣会社や日本外国特派員協会に登録して、海外映像チェック、リサーチなどに従事。1985年、28歳で結婚し、夫の留学に伴いと米ニューヨークで専業主婦になるが、1986年に、 NHK ニューヨーク総局のリサーチャーを担当し、1987年からワールドニュース中米キャスターを担当。1988年に帰国。帰国後、ニュースセンター9時の後継番組である NHK ニューストゥデイの国際コーナーを担当。NHK ニュース21ワールドニュースにも契約出演。 NHK ニュース21が番組終了した1993年4月5日からクローズアップ現代のレギュラーキャスターを番組開始時から務める。2015年12月20日に大きな隆ゆ NHK 編成局長からクローズアップ現代担当者に対し国屋の交番が通知され、2016年度の番組改編に伴い国屋の番組交番情報が報道され、 同年1月12日付の報道で、国アのキャスター交番が発表された。2016年4月1日付で、東京芸術大学理事に就任。2016年6月7日、鉄子の部屋で民放初出演。2017年1月、初の著書、キャスターという仕事を出版。同年3月に、BS、日テレの、久米書店に出演して、久米博と初対面する。 2017年10月、国連食糧農業機関日本担当親善大使に就任。夫は弁護士の国谷志郎。クローズアップ現代にゲストコメンテーターとして出演したこともある。サッカー日本代表元監督の岡田武氏は小学生時代の同級生。国谷祐子滋賀県大津市1993年の開始時から国谷は NHK が 一般的な地上テレビジョンネットワーク、衛星、両方の NHK ワールドチャンネルと NHK ワールドプレミアムチャンネル上で週4日のゴールデンアワーに放送するクローズアップ現代のホスト役を務める。2016年1月8日付のジャパンタイムズは NHK が国屋の解任も含めてクローズアップ現代の番組内容に変更を加えることを考えていると報じた。 その後実際に2016年3月17日の放送をもって国アは降板となったが海外メディアでは国アの離脱例などを引いて安倍政権下の日本で放送者には政治的圧力がかけられているという報道表現の自由を調査している視察の国際連合職員による批判国境なき記者団による日本の報道の自由の国際的な順位の急激な低下を論ずる 報道などがなされた。NHK、黒源3月交番、国谷優子が辿った挫折とリベンジ。日刊現代。2016年1月17日閲覧。NHK、黒源3月交番、国谷優子が辿った挫折とリベンジ。日刊現代。2016年1月17日閲覧。一人前でありたい国谷優子が語る仕事マイナス1。朝日新聞。 2009年7月5日閲覧。AB、NHK、黒源3月交番、国谷裕子が辿った挫折とリベンジ。日刊現代。2016年1月17日閲覧。国谷裕子委員。2015年1月17日閲覧。国谷キャスター交番で番組コントロール狙う。朝日新聞。2018年5月1日閲覧。NHK。 グロゲンの国谷優子さん交番へ出演は3月まで。朝日新聞。2016年1月17日閲覧。ダイバーシティ推進室。FAO 国連食糧農業機関発の日本。担当親善大使に、中村克博氏、国谷裕子氏が就任。岡田武史とレジェンドたちが切る FIFA ワールドカップ。902018BS1。シリーズイコールは必須です。 歴代受賞者。日本女性放送者懇談会。SJWRT。2016年6月21日。閲覧。企業塾、経営塾で、文部科学省が認可した大学ではない。ソーシャルビジネスグランプリ2017社会。企業大学。NHK メイウスとアンカーオブポピュラーニュースショー。クローズアップ現代。 www.japan.mes.co.jp 共同通信社2016年1月8日閲覧ファクラー・マーティンザ・サイレンシング・オブ・ジャパン・エス・フリープレスホーリンポリシー https ホレンパーラシー .com2016 霊語27ザ・サイレンシング・オブ・ジャパンズ・フリープレス心臓はベメディア 2020年3月5日閲覧。多い。まりこ。ザジャパニーズマガジンシェイキング。アップザコージーメディアクラブ。ビービニュース。オンライン。H T T P S。W W W。ビービーシードットコム。ニュース。ワールドアジアマイナス三マッカリージャスティン。 ジャパニーズ TV アンカーズルーズゼアジョブズアミット、クレイムスオブポリティカルプレッシャー、ガーディアン、HTTPS、www.tguardian.com、ワールド、2016、フェブラリー、17、ジャパニーズ TV アンカーズルーズゼアジョブズ、アミットクレイムス、オブポリティカルプレッシャーハット、スピークノイービル、エコノミスト、HTTPS、 www.economist.com ニュースアジア2165万1295ジャパンズメディアアレクエイリングアンダーガバメントプレッシャースピークのイービルハット世界の黒沢スパイの妻を語るベネチア国際映画祭17年ぶりの快挙 NHK 20210492時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月2日閲覧 ありがとうございます。